神奈川県警自動車警ら隊の警らパトロールカー。自動車警ら隊とは、都道府県警察本部において、パトロールカーによって、各警察署の管轄区域を超えた各、都道府県内全域のパトロールを行うことを、主な任務とする組織である。警察内部では自ら隊と略称される。警察24時でもたびたび取り上げられている。宮城県警察、群馬県警察、大阪府警察、 岡山県警察では、機動警ら隊などと呼ばれている。1947年9月頃、連合国軍最高司令官総司令部から、警視庁に対し、新時代の外勤警察のために、機動力と通信機能を備えた自動車による、警ら制度について示唆があり、警視庁では、FM 無線機搭載のフォード式自動車2両を、借用して、両脇に、 移動警察と書いた白幕を巡らし、1949年1月1日から浅草警察署管内で試験運用を実施した。これは予想以上の防犯効果を上げ、順次、淀橋警察署や築地警察署へと拡大した。また1948年11月には GHQ、スキャップより外勤警察の全面警ら及び、 超短波無線装置搭載の自動車による経羅が指令されたこともあり、1950年5月には、警視庁自動車経ら隊暫定運用要項が制定され、翌月1日より発足した。国家地方警察でも、同年8月に無線自動車経ら暫定要項の制定についてを、発し、東京都本部、大阪府本部、山口及び福岡県本部において、 無線自動車による警ら制度を本格的に実施した。また自治体警察でも同年より横浜市警察本部に2台、大阪市警察本部20台、京都及び神戸市警察本部に各3台、福岡及び文字市警察本部に各2台が配置された。自動車警ら隊は府県警察本部においては地域部あるいは生活安全部に置かれる。 警察本部警備部における、機動隊と同様、執行隊としての位置づけであり、組織構成は、各警察本部により多少異なる。隊長は、警視、副隊長は本部により警視、または、警部、隊員の身分は、地域警察官である。各警察署管内においても自動に、パトロールカーで警らし、不審人物や不審車両に乗った人物への職務、質問、 通信指令室からの指令に基づき実験現場に急行して初動措置、初動捜査を担当する。隊員は職務質問の技術、経験が豊富であり、職務質問についての指導資格等を持つ者も多い。大規模警察本部においては、警視庁を除く警察署地域会員と同様、隊員は参考中隊で編成され参考体制で勤務する。 パトカーによるパトロールという活動から、交通違反の検挙に、数多く実績を挙げており、パトカーのプロ集団と言われているが、例えば交通取締りを主任務としている、交通機動隊や諸轄所交通課と違い、交通違反を検挙した際に徹底した、所持品検査を実施することによって、薬物や狂気、特殊会場用具などの発見をし、覚醒剤等の違法所持、窃盗、 強盗などの凶悪事件をも摘発検挙することを任務の一つとしている。また、繁華街や比較的治安が悪い傾向にある地域では、細い路地裏とも言えるような道路にも侵入し、歩行者のちょっとした不審な挙動や不審車両などを見逃さず、積極的な職務質問を実施する。その際に徹底的な所持品検査をすることにより、薬物や狂気、 特殊会場用具の違法所持や指名手配犯の発見、飲酒運転、酒気帯び運転、無免許運転の検挙、盗難届が出されている車両の発見など数多くの成果を上げている。さらに、事件、事故発生ともなれば、諸葛省及び交通機動隊のパトカーや、機動操作隊の覆面パトカーと共に真っ先に現場へ駆けつけたり、現場付近の捜索を実施して、 被疑者の検挙にあたる。2018年現在、車両は、トヨタクラウン、スバルレガシー B4 が多く導入されている。逃走した不審車両を迅速に確保できるよう、相応の出力を持つ排気量 2.5L 級の車両が用いられる。さらに、近年被疑車両が逃亡を企てるために、パトカーに体当たりする事案が急増している現状から、愛知県警では、 日産、サファリ、埼玉県警、宮城県警では、日産、エクストレールといった車高が高い大型ボディの SUV を配備し、乗務員の受傷や車両損傷による走行不能を防ぐとともに、体当たりそのものを断念させる効果も狙っている。一部の警察本部では、同様に警ニ任務に従事している白バイがあり、該当車両はマップの表示をつけている。 ただし警視庁のマップ白イは警備部機動隊の所属である。発砲事件等に備えて車両のトランクには防弾衣、防弾棒、防弾盾が収納されている。防弾盾はチタン製でトランク収納のため機動隊で使用されているものよりサイズが小さく車両を傷つけない要円に緑色のウレタンが取り付けられている。防弾棒は 各警察本部によって、仕様が異なり、警視庁では、灰色の防弾バイザー付け88式鉄棒、神奈川県警や京都府警では、防弾バイザー付け66式鉄棒、埼玉県警では、海外製のものを使用している。ありがとうございます。